海苔悪くないですか？確かに畑で海苔は育ちませんけどね。なんつって。こいつボケなきゃ死んじゃうのまあさっきから一方的な喋りとボケしか言わんやんあはは、くっそくっそ。勢いって無限のエネルギーだなとつくづく感心するもう流されまくっちゃったね、シンゴそのうち本当に言ってる意味が分かってくるかもしんない。この子と親睦を深めれば。いやー、楽しいな。何をやるのも一人より二人みんなであげよう自給率ってことで。おっと、こんにゃろ。何のこんにゃろだ唐突なのやめてちょっとでも目を離すとこれですよ。美味しい土や農作物は虫にとっても栄養ですから。逆に言えば虫がつくほど栄養満点な美味しいお野菜ってことだからね。こいつきっと畑とか掘り起こしててハサミムシとか見てもビビんないタイプだな。羨ましいわ。ある意味虫耐性あるのはどんな虫か知らんが簡単に叩き落として畑に埋めたなこいつ埋めんの死んだかどうかも確認取れてないのに畑に埋めたらゾンビみたいに蘇ってまた野菜を食ってしまうんじゃないか。梅雨の前後でうじゃうじゃ湧いてきますよ。生きるか死ぬかの戦いですね。あ、やっぱ6月系なんだ今は。なんだ6月系って。てかうじゃうじゃ、いやそりゃそうだよな。農作物ってそういう仕事だもんね。すまん、俺は虫が大嫌いなんだ。お、初めて主人公に共感してしまったちょっと嬉しい。私もです。気が合いますね。本当かいやもうこいつと会話できてなさすぎて絶対主人公の話1ミリも聞いてねえだろお前何と勘違いしてんだ。少なくとも虫嫌いのやつがうじゃうじゃ湧くなんて単語を笑顔で言えないぞ。おそらく嫌いの意味が違う確かに本当に嫌いなやつは虫殺せないもんな。逃げるばっかりで。やばい、あと30分くらいで切り上げないと。私は作物の育ち具合をチェックしますのでお兄さんは雑草をお願いします。おい、下っ端の仕事やらせんななんだ作物の育ち具合のチェックって一丁前に管理職気取ってんじゃねえぞ。はいはい、これは8時のチャイムか。え、このチャイム何？ホームルーム開始おい、お前のせいで遅刻したじゃねえか。転入早々遅刻とか一番嫌だわ。こいつに釣られて労働に励みまくったせいで朝から腰がミシミシいってやがる。まあでもその甲斐あって1日1膳のノルマが早くも朝にして達成できたからね。これは幸先のいい学園生活がスタートできたんじゃないか。お、なりましたか。今日はスムーズだったな。やっぱり2人だとはかどりますね。あ、こんな感じってことはまだホームルームではないのかな。2人いいな。2人って響きが心地いい。よくわかんねえな本当になんか野生動物と接してるかのような気持ちになるわ会話ができずなんか勝手に心地よくなってる。やたらチラ見してきてる意味はあえて考えないでおく。とっても助かりました。またお願いしますね。名前教えろいい加減本当に長かったね今までが。そのはしょっぱなに欲しかったのよ本当は。2年のあがつまだ。今日からこの学園に通うことになってる。転校生さんですか。早速畑に引きつけられてくるとは大型ルーキーですね。今日はありがとうございました。私は1年の加納ミナトです。加納ミナト、かわいい名前。ミナトって絶対さんずいに奏でるでしょう。でもひらがな表記なんだね。若干五感ミナトかなえさんよぎるな。力強く握手されて肩もポンポン叩かれたなんか土木作業の派遣に行ったんかなっていうぐらいなれらしいやついるな東先輩、またお願いしますね。またをすごい強調してくるこいつえ、そのまたは何日後とかじゃないよね。なんか放課後とかそういうスパン。この後職員室に行かなきゃいけないんだ。急ぐから。そうですか、ではまたまたまあ、ミナトともっとおしゃべりしたい気持ちはあるからね。畑仕事の手伝いじゃないんだったら別にいくらでもまた会いたいよ。なんなら制服姿見たいし。またうるせえなこいつまたつけないと死んでしまうのか。あの子からのプレッシャーが背中にチクチク来てつい振り返ってしまう。まだ手を振ってるし。なんかお盆終わりにおばあちゃん家から家に帰る時のシチュエーション思い出すわまあ地方におばあちゃんいねえけど。農業か。虫が湧くとか言ってたしな。ひとまず却下で。さ、マジで急ぐか。あー、すごい田舎の学校の机と椅子のイメージまんまだね。なんか図工室ぐらいでしか見ないぐらいの角ばったデザインやな。チャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ。